YouTube を聞いてくれているあなた、こんにちは。では、昨日の続きです。今回は、優しくなるための作業その四として、自分褒めの価値を自分の中で、今よりもさらに高める必要がある。今の段階では、自分褒めをしなきゃいけないんだなっていうところまで分かっておくという話をしました。 それで私自身が自分褒めの価値を、まあ、今よりもさらに高めるためにどうしようかなって考えて今あのみっちゃん先生さんの本で勉強していますが私は家にみっちゃん先生さんの本何冊かあってでその中の一冊をもう一回読み,を読み直そうと。 思って今手に取ってますそれをちょっと紹介したいなと思いますその前に自分を褒めるまあ、褒めるっていう言葉を使うときには、まあ、いい言葉波動の高い言葉を使う必要があるんじゃないかなってなんとなく思いますよね私自身私の話をすると 周りの環境育ってきた、ね、周りの環境がつまり親とかおじいちゃんおばあちゃんとかが斎藤ひとりさんでいう地獄言葉しか使わない環境だったのでその波動のの高いい言葉っていうのを知りません言ったらそうだな日本語先生がよく言ってるんですけど 日本語しか喋れないとか、ポルトガルしか喋れないで。私はその天国言葉を知らなくて地獄言葉しか知らなかった。だからこういう風うに。斉藤一人さんや斉藤一人さんのお弟子さんまあ、その他の先生から紹介してもらった人の本を読んで、波動の高い言葉を少しずつ勉強してきました。それで自分褒め。 ちょっと話が長くなったので早速紹介しますね今回お話しするのがみっちゃん先生さんが書いた「斎藤一人楽しい奇跡がたくさん起きる自分褒めの魔法」という本です。えっとこれがえー、っと2013年の5月27日が初版で発行されてます。だから 8年前の本ですねこの中には斉藤一人さんのも優しくって波動の高い言葉がたくさん書いてありますそしてみっちゃん先生さんが斉藤一人さんから教えてもらってみっちゃん先生さんが実践して成功した自分の悩みを宝に変えた宝に変えたことが書いてあります っちゃん先生さんはもう今では大成功されてて実業家として本もたくさん出されている方なんですけど本を読むと過去の自分はお姉ちゃんや周りと比べて自分のことが大嫌いだったそうなんです。いいいいろろ過去の自自分分ここんな自分でしたいうこととうを書いて てるんですけど、まあ、それ読んでああ私と似てるなってずっと思っててでみっちゃん先生自身若い時20代の時に、まあ、うつ病と拒食症で悩んでいた時期があって私も同じような経験をしてるのでとても似てるところが多いなと思ってすごくみっちゃん先生さんのことが大好きなんですね。 で私は先生から以前教わったことがあって本を読む時にその著者の人とお友達になったらいいっていうことを教えてもらったのでもう私の中ではもう一度も会ったことがないしみっちゃん先生さんは私のこと全く知らないんですけど私の中ではみっちゃん先生さんはお友達と思っています。 それでみっちゃん先生さんがその一番苦しい時期に斎藤ひとりさんから自分褒めの実践方法具体的なとても簡単な方法を教わったそうです。この本は「込み出し」の最後にひとりさんの幕法の言葉っていうのが書いてあります。今パッとちょうど空いたところ 二十三ページ開いたんですけど、その魔法の言葉読んでみますね。自分のことを褒めてごらん。そうしたら、自分の中にある宝物が掘り、掘り起こせるよ。ちょっと噛んだので、もう一回読みますね。自分のことを褒めてごらん。そうしたら、自分の中にある宝物が掘り起こせるよ。それで、みっちゃん先生さんが、もうどん底の時に。 どういう言葉を教えてもらったのかっていうのはこの次の動画で紹介しますね。今日もご視聴とチャンネル登録ありがとうございます。